動画見ないとダメだっぺよ。またあるち、こんにちは。本日はこちらの美女の紹介です。その名前聞いてもよろしいですか？はい、石崎ゆりかです。石崎ゆりかさんということで、こちらブラジルでブラジル人女性だと皆さん思ったと思うんですけれども、この方日本育ちです。日本育ちです。はい、ということで、まあ、今回ゆりかさんがどういった人物なのかっていうのを、まあ、僕から紹介させて、いろいろ質問していこうと思いますので、よろしくお願いします。それではまず生い立ちからちょっと聞いていこうと思います。ゆりかさん、はい、はい、まあ見てお分かりの通り、私ハーフなんですけど、はい、父さんがポルトガル人で、はい、お母さんが日本人で、はい、私ブラジルあんまり関係ないんですよ実は、はい、その言語が同じっていうので、まあ、ブラジルに来たんですけど、はい、生まれはポルトガルで育ちが日本ですね、はい、と小学校2年生から高校3年生まで、はい、まあ、普通に日本人の学校通って、はい、で23歳の時にブラジルに来て、最初旅行のつもりだったんですけど、はい、なんかいろいろ見てるうちに、なんかこのままいようかなみたいな、でサンパウロって結構日本人も多いですし、日本のお店だとか、はい、そういうのも結構多いので、はい、なんか結局、まあ、このままブラジルにいてもいいかなっていう感じで、はい、で今あの日本人向けの美容室で、その松永亮さんと一緒に働いてます。そうですね、はい、はい、あのあちょっと紹介が遅れてしまったんですけど、あちら亮さんはいます。亮さんがいるんですけれども、はい、こちらの、まあ、亮さんの美容室でアシスタントさんでいいですか？そうです、そうです。そういった感じですね、はい、はい、まあ、亮さんの病院で働いてるということで、はい、そうです。今ブラジル生活何年目なんですか？今今年で、はい、今年の12月で4年目になります。4年目、はい、4年目になります。亮さんの方が私よりブラジル人なんです。ああ、ブラジル生活長いですね。そうそうそう、あ、そうですね、これゆりかさん、ポルトガル生まれの日本育ちなんで、まだブラジル歴自体は、はい、短いです、短いですね。だってブラジル文化とかは、りょうさんに教えてもらってるっていう。そうです、はい。で、私が実はりょうさんに漢字とか教えてるんです。あ、そうですか。そう、あの海外生活がすごいりょうさん長いので、はい、たまにちょっと忘れちゃったりとかするみたいで、はい、それを私が思い出せするっていう、ちょっと。なかなか面白い関係ですね。複雑な感じです。さっき、あの、ちょろっと言われてた、はい、小さい頃に少しだけブラジル生活もされてた。はい、そうですね、あの親の仕事の都合で一回ブラジルに来たんですけど、はい、その後そのまま日本に行って、はい、だからその記憶自体はほとんどないです。そのブラジルにいたっていうのは本当記憶が曖昧な感じですね、はい、だからその大人になってからちゃんとブラジルを知ったっていうか、はい、はい、そうですね。お父様のお仕事はどういったお仕事なんですか？日本にいた時は料理人をずっとやってたんですけど、はい、今あのデザイン関係の仕事をしてますね。じゃあポルトガルさん生まれて仕事の関係でブラジルに来たりして、そうですね、またお父さんのお仕事の関係で日本、そうですね、日本で生活、小学校2年生から高校3年生、高校3年生までってことはもう10年、15年、あ、その後はあの普通にあのアパレルやってたんで、まあ計15年ですね。あ、普通に高校卒業して日本で普通に仕事してたんですよね。そう、してました、してました。普通にもう日本人女性として育ってるんですよ。そうですね、日本の中で。だからあのご飯とかも私どっちかというと日本食の方が好きで、はい、そのまあ、茨城県出身なんですよ。納豆ももちろん大好きで、はい、そう、まあ、よくちょっとギャップっていうか、なんか意外だねって言われますけど、はい、こっちでもどっちかというとその日本食を食べるように心がけてます。そうですね、あの僕ゆりかさんのインスタグラム3月ぐらいからですね、はい、友達になって見てるんですけど、結構日本食、日本食めちゃめちゃ登場します。ね、そうですね、はい、登場しますね。で、まれにブラジル料理がちょっと登場する的な感じですよね。日本食料理屋さん行ってるよとか、日本食作ってるよっていうような写真とかストーリー、そうですね、めちゃめちゃあります。だから、はい、あのブラジルに来てなおさらその日本の、まあなんかそういうありがたさとか、はい、文化の良さとか、そういうのがいろいろ、まあなんか身に染みたっていうか、なんかあの改めて、はい、なんかやっぱり日本の文化っていいなって今思いましたね、そのブラジル来てからも。はい、はい、じゃあ、あの茨城県で育たれたってことなんで、はい、ちょっと茨城弁で何かこう、はい、ナチュラルな茨城弁はい、じゃあちょっと頑張ってみます、はい、この動画見ないとダメだっぺよこの動画見ないとダメだっぺよこんな感じでいいですか？はい、はい、という感じで茨城弁です。はい、じゃあ、まあ、ということで、まあ、今回のこの対談インタビューなんですけれども、まあ、ありがたいことにゆりかさんの方から一応メッセージいただいて、 YouTube してるんだったらちょっとインタビューしてくださいっていうようなことをいただいたんでゆりかさんが
まあ、伝えたいメッセージですね、まあ、日本の方々とか、はい、まあ、僕の動画見てくださってる方々にちょっとメッセージいただこうと思いますんで、はい、何かちょっとよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、日本の皆様、ブラジルにいる日本の皆様へ、ブラジルって一見すごい治安悪そうな国、まあ、治安悪い、はい、実際悪いんですけど、すごくいい国で、特にこういうこのサンパウロとか日本人も多いですし、その日本の日本食屋さんも多いですし、その日本の文化って結構その南米の中でもブラジルが一番豊富なんじゃないかって思うので、ぜひ旅行観光してみてください。そしてこの M2 にぜひ、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。わかりました。はいはい、ということで、このりょうさんですね、りょうさんが働かれている M2 には日本で育たれたこちら、お美しいゆりかさんも働かれてますので、ぜひとも M2 に来てください。はい、そうですね、お願いします。はい、もうりょうさんにも会いに、ゆりかさんにも会いに M2 に来てください。よろしくお願いします。はい、そんな感じです。で、もう一個、ゆりかさんまだ始めてないんですけど、 YouTube も始めようかなってことをチラッと言ってましたんで、はい、始めたらこの下の説明欄リンク貼っときます。で、ゆりこさんのインスタグラムとか貼っときますんで、はい、もう本当に日本食食べてるんだっていうのわかると思うんで、気になった方は追ってみてください。はい、はい、お願いします。で、多分ゆりかさん、YouTube 始めたら美容情報とか、はい、ブラジルの、はい、そのおすすめのそのお店だとか、そういうのを紹介していきたいと思うので、はい、はい、ゆりかさん目線でいろんな情報を発信してくださると思いますんで、こうご期待ということで、こちらもはい、僕も楽しみにしていきます。あ、はい、YouTube 始めるのは、はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ムイトブリガード、ムイトブリガード、チャオチャオ。